ダービス・ベル・ターンスは、ラトビアのバスケットボール選手。208センチメートル、95キログラム。NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、パワー・フォワード。愛称は、ラトビアン・レーザー。2007から08シーズンに、ラトビアの2部リーグでプレーを始め、2008年から2010年まで、プレーした。 2008から09シーズン終盤と2009から10シーズン序盤で2度ラトビアのトップリーグも経験している。PK はロンズでの2010から11シーズン開幕後、2010年11月にスロベニアの KK オリンピアと複数年契約を結んだ。201011シーズン中に2011年の NBA ドラフトでインディアナペイサーズに20名42位で指名を受けたが、 直後のジョージヒルとのトレードで交渉権は一巡目指名のカワイ・レナードと共にサンアントニオスパーズに移った。2011から12シーズンには NBA がロックアウトで開幕が遅れたためサンアントニオスパーズのダニー・グリーンと共にプレーした経験を持つ。2012年1月、オリンピアを退団し、セルビアの KK パルチザンと3年半の契約を結んだ。 2013年6月のセルビアリーグファイナルシリーズ KK ツルベナスベズダ戦で右膝の全十字人体を断裂し、手術後復帰までに9ヶ月のリハビリ期間を要した。2014年3月20日、マッカビテルアビブ BC 戦で復帰を果たし、15分出場し、2得点2リバウンド、1アシストの記録を残し、ユーロリーグトップ16に進んだ。 8日後の3月28日、チーム杯の20得点を記録したが、PBC、ロコモーティブ9番に敗れた。パルチザンは、セルビアリーグ決勝で、ライバル KK、ツルベナズベズダを3から1で破り、13回目の優勝を果たし、バータンは3年連続でタイトルを得た。2014年7月3日、契約を終了し退団した。2014年7月19日、 スペインのサスキバスコニアと3年契約を結んだ。2011年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズが59位で指名したアダム・ハンガと共にプレーした。2015年3月26日、対オリンピア・ミラノ戦で再び2013年と同じ、右前十字人体を損傷し、回復に前回同様のリハビリ期間を要した。ユーロリーグで22試合をプレーし、 一試合平均で11得点、2.9リバウンドを記録し、スペインリーグでは11.4得点を記録している。2016年7月14日、バスコニアとバイアウトに合意し、NBA サンアントニオスパーズとの契約に臨んだ。2011年の NBA ドラフト42位で、インディアナペイサーズに指名された後、ジョージヒルとのトレードで、15位指名のカワイ・レナードと、 共に交渉権がサンアントニオスパーズに移っており、2016年7月14日、サンアントニオスパーズと2年契約を結んだ。2016年10月25日、開幕戦のゴールデンステートウォリアーズとの対戦で、初出場を果たし、4分に満たない出場であったが5得点を挙げた。11月13日、D リーグのオースティンスパーズにアサインされたが、翌日には呼び戻された。 11月21日、ホームでのダラス・マーベリックス戦で、ラマーカス・オルドリッチの休養に伴い、初の先発出場を果たし、スリーポイント1本の3得点を記録した。続く11月24日のシャーロット・ホーネッツ戦において、10分の出場で3本のスリーポイント・トランジションでのダンクを決め、キャリアハイとなる11得点を記録し、次のボストンセルティックス戦で、 15得点を挙げ、キャリアハイを更新した。12月5日のミルウォーキーバックス戦では、リバウンド争いの際に、グレッグモンローやマイケル・ウィーズリーらとコゼリアへ起こし、スパーズの選手としては2013年のスティーブン・ジャクソン以来の退場処分を課せられた。2017年1月7日のシャーロット・ホーネッツ戦では、18分の出場ながら2 1得点を記録した。 2018年に1月8日のサクラメントキングス戦で、キャリアハイとなる28得点を記録した。この試合では31分出場し、フィールドゴール11、15、このうちスリーポイントを6、9、3アシスト、2ブロックを合わせて記録した。2019年7月6日、ブルックリンネッツ、サンアントニオスパーズ、ワシントンウィザーズの3チームカントレードにより、ワシントンウィザーズに、 トレードされた。新天地で迎えた2019から20シーズンは、得意の3ポイントシュートを武器にシックスマンとして活躍し、前年からスタッツを大きく上昇させた。2020年3月に新型コロナウイルスの影響でリーグが中断し、その後、プレーオフ圏内のチームのみで7月31日からリーグが再開されることが決定。 ウィザーズは再開するリーグに参加する資格を得ているが、ベルタンスは感染を避けるためこれに参加しないことを発表した。2011年バスケットボール男子欧州選手権でラトビア代表に1000割5.6得点にリバウンドの成績を残した。レギュラーシーズンプレイオフロングレンジからのシュート力を活かしたストレッチフォーを主に務めるが、運動能力、バスケット IQ も高く、 ドライブからのダンクやアシストもできる。13歳の時の事故により、右手の薬指が半分しかない。父親は元プロバスケットボール選手で、現在はユースのコーチを務めており、兄のダリス・ワータンもプロバスケットボール選手で、ラトビア代表の主力選手である。ありがとうございます。